回は12月21日のアップデートカード追加されたノーマルミナノトの寄せ方を紹介するよ。計略は指揮5で自身の兵力が5割減る代わりに範囲内の敵の武力4に速度低下を与える妨害。三国志大戦の顧問閣の計略に自身兵力減少のデメリットを追加した内容で、コストアップして2コスの自分に出目があることを鑑みると少し情報修正が欲しいかも。ただし知力依存の低めやった時よりしっかり知力依存があって低知力にかけるとそれなりに長続きするから、今回の動画でそういった長所をお見せしていくよ。お粗末様でした。まだ息子を頼む。突撃行け。まだ突撃。僕が先陣を切る。皆も続け。攻勢に転じる。発動。一の方。敵陣はどっちだ。行け。撃ち抜け。まだ。貴様も道連れにしてくれる。行け。やれ。死ね。受け取ってください。いや、やっぱり僕ぞ。お粗末様でした。なあ、だってて動けん。行け。打ち抜け。突撃。打ち抜け。貴様も道連れにしてくれる。打ち抜け。打ち抜け。まだ。受け取ってください。打ち抜け。お粗末様でした。僕が先陣を切る。皆も続け。ぬわぎゃ。駆け引きの本質は心得ている。
流派発動。三の型侍の号令は、舞台復活まで残り10秒くらいで溜め始めると、ちょうどいいくらいに全舞台揃えられるよ。敵陣はどちら？突撃！撃ち抜け！主に侍、敵を斬る。突撃！死ぬ。前期愚か者どもが消えよ。行け。やっぱり独自なんだって動けん。突撃お粗末様でした。突撃受け取ってください。体勢を立て直す。突撃愚かでも構わん。俺様のまっすぐを貫く。お前の首を落としたのはお前自身。今回は2試合あるよ。突撃！行くぜ！
様も道連れにしてくれる。突撃！戦場をかける瞬間におなりください。撃ち抜け！撃ち抜け！突撃！流派発動。三の型なあ、だってって突撃。ごめんなさい。撃ち抜け。流派発動。二の型も道連れにしてくれる。突撃。体勢を立て直す。主に侍、敵を斬る。今そちらへ。これ以上は戦火解放。撃ち抜け！撃ち抜け！そんな撃ち抜け！息子を頼む。深く。親父、すまない。切られる時が来たか。なあ、だって動けん。まだ闇を圧戦機解放。予備の兵力を使います。体勢を立てろ。突撃。ごめんなさい。流派発動。二の型さあ舞うぞ。緑水貴様も道連れにしてくれる。
息子を頼む。行くぞ天狼。落ちる。そんな。落ちる。父上、今そちらへ。敵の根城を取り囲め。落ちる。ご視聴ありがとうございました。